1月11日に鏡開きを行う地域も多いと思いますが、お餅のアレンジレシピをご紹介します。まずは餅で作る甘酒を紹介します。作り方はまず餅を半日から3日程度水につけて柔らかくします。次に鍋に水 200ml を入れ、完全に餅の形がなくなってとろりとするまで弱火で煮てから60度程度まで冷まします。最後にほぐした米麹とよく混ぜる。炊飯器の保温などで12時間保温したら出来上がりです。またこの甘酒を活用してべったら風漬物も作れます。次に揚げ餅を紹介します。まず餅を天日干しし、干し餅を作ります。次に油の量の7分の1から5分の1程度の量の餅を熱した油の中に入れます。2から3分で餅が浮いてきて膨らみ始めるので、箸でゆっくりかき混ぜてまんべんなく火が通るようにきつね色になるまでじっくり弱火で揚げ、十分に膨らんだら完成です。またこの揚げ餅を使って中華おこげ風料理を作ることもできます。お餅のアレンジレシピでお餅を無駄なく消費しましょう。詳しいレシピはお天気ニュースのこちらチャンネルからも見ることができます。ご活用ください。